ワンアウト一三塁でファースト側にスクイズやりました、はい、バンドでフライがいってファーストがまあ前出てくるじゃないですか、バンドの構えするんで、そしたらそれを超えてセカンドが取りました。整理をします。ワンアウトランナー一塁三塁という場面でバッターがスクイズをしようとバントの構え、それを見たファーストは前進守備、するとバントしたボールは転がらずフラフラッとフライになり、インフィールドフライ、前進していたファーストの頭上を越えたがセカンドがキャッチで、セカンドはフライ取ってファーストもランナー走ったんでベース踏んだらチェンジじゃないですか、そのままみんなイエーイゲッツーって言って二塁に向かったファーストランナーは一塁に戻れず、セカンドがファーストベースを踏んだ。これでダブルプレーが成立したと思った守備側の選手はベンチへ戻った。しかしセカンドが取る前にもうランナーがめちゃくちゃ足早くてピューって取っちゃいました。ホーム入りました。それ1点入るか入んないかって思う。この問題のポイントはここ。もしいい問題出すな。つまりセカンドがフライをキャッチする前に俊足のサードランナーがホームインしていたのです。この時得点は認められるのか認められないのか。中井さんが正解する確率は 2% ぐらいです。低いな。2択で 2%。 中井さん答えられる？98はどっちか答える。いい問題出すな。いい問題だけど得点ならないでしょう。普通に考えたらならないね。早くも悩んでおりますが、さあ今回解説として元 NPB セリーグ審判員の篠宮信一さんに正しいジャッジをしていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は個人戦です。皆さんで討論していただきまして、最終的に自分が正解だと思う ABC いずれかの選択エリアに移動してください。優勝者にはご褒美として特上寿司をご用意してあります。では改めて第1問、阿部さんからの出題ということで確認していきましょう。問題です。ワンアウトランナー一塁三塁という場面でバッターがスクイズをしようとバントの構え、それを見たファーストは前進守備、するとバントしたボールは転がらずフラフラッとフライになりまして、前進していたファーストの頭上を越えたんですがセカンドがキャッチ、二塁に向かったファーストランナーは一塁に戻れずセカンドがファーストベースを踏んだと。これでダブルプレーが成立したと思った守備側の選手はベンチに戻りました。しかしセカンドがフライをキャッチする前に俊足のサードランナーが、ホームインしていたと。このとき得点は認められるのか認められないのか、 A が認められる、 B が認められない。だってさ、問題になる。絶対に認められないと思う。僕 100% だと思うんですけど、はい、サードランナーがタッチアップ取ってから、セカンド取ってから走って、うん、ファースト踏む前にゲッツーの前に入ったら点は認められそうな気がするんですよ、うんうんうん、でもタッチアップじゃないんだよねサードランナーね。タッチアップとはバッターがフライを打った時にランナーは一旦塁に戻り捕球後進塁するプレーのこと。今回のケースはバッターがフライを打ったのに三塁ランナーがタッチアップをしていないので得点は認められないと中井さんは主張。ちなみに今の説明を聞いても何を言っているのかさっぱりピーマンわからないという方はお近くの野球に詳しい方に質問してみてください。現役生活18年、監督生活10年を誇る野球に詳しい浩二さんの見解は、こういう問題出ることは絶対認められるんだよ。それを言っちゃダメなんです。それを言っちゃダメなんです。理由をちょっと考えましょうよ。本来ならセカンドフライで、うん、サードに投げてたら、その三塁走者も死ぬんだ。もうそれアウト、ゲッツー。サード投げてれば。ってことは、生きてるってこと。生きてるってことだよね、まだ。これさ、前回と一緒の完全な抗議戦になってるけど、大丈夫個人戦なんですよ。さあ、今回個人戦なんです。では行きましょう、皆さん。正解だと思いやりに移動してください。はい。
でもそれですよ、 A が認められる、 B が認められないです。さあどうでしょうか。おっとまず注目は小森さんが A に行きました。お、あれ中井さんは認められない B に行きました。結局小森さんは勘で A を選択。中井さんたち3人は得点が認められる理由がないとの判断で B を選択。しかし未だ答えを迷っている中井さんからこんな提案が。ちょっとシチュエーションやってみよう。シチュエーション、ここはサードランナー、サードランナー、ピッチャー、セカンド、ファーストランナー、ファースト、ファースト、ファースト、投げます。ワンアウトね。振りかぶったら、振りかぶったら走るんだよね、ホームスクイズだから、はい、クイズをしました。走った走った、ファーストでアウトだよね。いやいや、ファーストでいい、アウト。ファーストでアウトですよね。アウトよ。これでゲッツー、これで得点認められるんですか。認められない。そうですよね。こっちだ。絶対 B やと思う。小森さんが動いた。と、小森さんが B に答えを変更しようとした、その時。ここまで沈黙していた伊集院さんが、新たな見解を披露するのです。これね、俺ね。ありえないでしょ、それ。一つだけ感覚が違うことが、俺、あるんだ。タッチアップが早かった時ってあるじゃないですか。タッチアップ早かったのに、ホームインしちゃった時って抗議しないとアウトにならないじゃないですか。抗議しないとランナーって生きたままじゃん。なるほど。アピールプレーだ。されてアピールプレーだ。それベンチに戻っちゃった。それアピールプレーだ。アピールプレーだ。思い込んでベンチに帰ったのくらいがなんか変なんだよ。なんか変なの。あ、ベンチに戻ったのくらいだ。アピールすればアウトなのに、そうだ、あいつら帰っちゃったパターンだ。野球にはアピールプレーという、守備側チームが審判に反則行為を指摘しないとその反則が認められない場面があります。今回のケースはタッチアップをしていない三塁ランナーの反則をアピールする必要があるのに、守備側がアピールせずベンチに戻ったため得点が認められると伊集院さんは主張。この意見に一同は、いや、こっちだ、こっちだ。もう一回バラします。移動してください。こっちだ。アピール理想ですよね。今のも踏まえて、シチュエーションも踏まえてお願いします。いいですか？待ってよ。守備側の選手は、そうね。伊集院さんが言っており、浮かれて帰っちゃった。伊集院が正解。アピールしてないからだよね。おっと、中井さんが動いた。いや、それはこっちだ。でも、アピールしたらいいんだよね。ちょっと、これ完全なチーム戦だぞ。これ、全くチーム戦だぞ。先行ないですか？行きますよ。いや、これで行きますよ。でもこれさ、ちょっと待って。でもこれ、いいからもう。終了。では、篠宮さん、正解を。根拠ないんだけど。お願いします。やっぱりそうなんだ。理由が聞きたい。僕らね、根拠全くないんですよね。では、皆さんまず第一問、正解です。はい。この問題には続きが面白いこれ。阿部ちゃんいい問題だね。はい、ではもう一度お座りください。阿部選手の問題には続きがあったのです。セカンドがフライをキャッチする前にホームインした俊足ランナーの得点は認められるのですが、あの、何かをすると入らないんですよ、ちゃんと。そうなのです。守備側が何かをすると得点は入らなくなるというのです。守備側は一体何をすればいいのでしょう。さっき伊集院さん言ったら、いや、これはもう正解ですよ、伊集院さん。ああ、もうあれ言う前に井森さんに動いてほしかったよ。これもね、皆さんで統一見解で一つの答えを出していただくんですが、誰が誰に何と言えば
この得点が、はい、答えてくださいよ。あれでいいんだよ、あれ、あれ言えば。ちょっと井森さんに先に、はい、ね、はい、では井森さんに聞きましょう。いいんですか、何をすればよろしいでしょうか。ね、ジャイアンツの選手が審判に抗議する、うん、なんて今おかしいんじゃないかって。アバウトだな。でボールをでもじゃあセカンド藤村が取りました、ゲッツー踏みました、その後村田に投げて村田が取ってサードのプレーベースでアピールプレーを抗議すればアウトが成立すると、うん、ただ中井さん、もうセカンドはファーストベースを踏みましたね、もう3つのアウトが成立していますよね、はい、フォーアウト、あれ本当だ、そうなんです、その中井さんの場合ツーアウトになってアピールしに行きますよね、でも今回の場合もうスリーアウト成立していますが、さあどうなんでしょうか。でもこのスリーアウト目に関しては多分キャンセルになるんじゃない。小西さんいかがですか。東出が取ったやろ、はい、東出が取りましたね、サーブで東出が取りました。それで守備側の選手がベンチに戻ったってあるじゃない、うんうん、はい、で戻らずに抗議すればいいっていうことなんやろ。いや監督はだから抗議するとして、ちょっと待ってくれとっていう抗議するときなんで抗議するの。監督言ってください、はい、これ日本シリーズの4戦目ですよ、説明してくれ。ではもう代表して伊集院さん、ここはビシッとお願いします。はい、ちょっとみんなの言葉を始めますけど、はい、ありますけども、はい、要するに、もうフィールド全員離れちゃったら、もう得点成立しちゃうので、うん、離れる前に、サードの村田選手にボールを渡して、タッチアップが完了していませんと。ベースタッチをして、はい、タッチアップが完了していませんでしたね。うんうん、これは、先のランナーはアウトですね、という抗議を、する!わかりました。おう。この後サードランナーにしてください。驚きの正解発表。正解は、正解はですね、野手がその多分守ってた人たちが主審に3つ目のアウトはサードランナーにしてください。宣告しない限り入っちゃいます。ということで正解は、守備側が審判に3つ目のアウトはサードランナーにしてくださいとアピールするでした。すげえ、できるんだ。ただ正解でしょ、うん、もう一回説明しますとですね、一塁ランナーと三塁ランナーって両方ともスクイーズプレーなので、はい、スタート切ってますよね、はい、でフライを取られた瞬間っていうのはこのランナーっていうのは一回帰塁しなきゃいけないですね、はい、今は規則なんですけど、はい、両方とも出てしまった、うん、それで取った、はい、二塁手は一塁をベース踏んだってことは一塁ベース上で一塁ランナーが帰塁しなかったからアピールしたんですよ、うん、なる、踏んだということがもうアピールしたのと一緒と、はい、一緒ですね、はい、これ第3アウトになりますよね、うんうん、ここから一塁手は三塁にボールを送球して、はい、三塁手はボールを取ってベースを踏んで二塁が早かったってアピールをすれば、はい、第3アウトの置き換えっていうのがルールなんですよ、うん、はい、それを有利な第3アウトに置き換えることができますというのは、うん、野球規則の 7.10 というのです。そして正式と第4アウトが成立すると、これが最終アウトになりますので得点は認められなくなります。うわ、じゃあこれアピールしなかったら、うん、はい、認められるんですか。1点入っちゃいます。プロ野球の場合はここ本塁ベースするじゃないですか、はいはい、これはアピール権がなくなるとき、うん、アピール権の消滅って言うんですけど、投手を含む一塁手、二塁手、三塁手、ショートストップ、うん、この5人の選手がファールラインを超えた時点でアピール権がなくなってしまいます。外野、外野関係ないです。関係ない、球場の中にいてもそう。だから外からのあれでもいいんですか、小石さんがベンチから待てって、結構です、結構です。こうやって飲もうと、あっとっとっと、あーっと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 、これもダメ、出ちゃったらもうダメです。こういうの、こういうの片足、これダメ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 、残しといて、もう軽く相撲の判定で、相撲、足残ってたみたいな。しかしすごいね、アンパイアって、すごい、それを理解してるんですね。あの当時怒ってごめんな、大地さん、本当ですね、すごいアンパイア。いや、阿部ちゃんの問題で30分やってる、これはすごい、やばい、これ面白い問題でした。